破傷風の仕組み破傷風は破傷風菌を病原体とする感染症です。日本では診断したお医者さんは7日以内に最寄りの保健所に届け出をしなければいけませんが、なんと年間100件を超える届け出があります。関東東北豪雨の災害の片付けをしていた人が傷口から破傷風菌が入ってしまい、破傷風と診断されるなど、 不衛生な場所では特に注意が必要です。この時の時間経過は、15日に釘が刺さり、28日に筋肉がこわばって、口が開けられなくなり、病院に行ったら破傷風だったという流れらしい。先進国で少ないのは、ワクチンの予防接種の普及のおかげですが、発展途上国の原因の多くは、へその緒の不衛生な切断による新生児の破傷風です。また、 動物でも、牛、水牛、鹿、馬では届け出が必要で、年間、牛で約90件、馬で数件の届け出があるんだそうな。破傷風は、土の中にいる破傷風菌が、傷口から体内に侵入することで起こります。破傷風菌は、普段は画法として、土の中のどこにでもいます。多くの場合、自分で気づかないほどの小さな切り傷から感染します。 ワクチンの効果が十分でない限り、誰もが発症する可能性があります。画法は傷口で発芽して増殖します。多少風菌は毒素として神経毒であるテタノスパスミンを作り出します。テタノスパスミンは脳や脊髄の神経に作用して、重症の場合、全身の筋肉を異常にこわばらせて、痙攣を起こします。一般的には肩が強く凝る、 口が開きにくい、舌がもつれるから始まり、続いて苦笑いの表情に似た顔面の強い引きつりがあり、徐々に喉が狭まり硬直、歩行障害や手足、背中の筋肉が硬直、全身が弓なりに反るなど重篤な症状が現れ、最悪の場合、激しい全身の痙攣発作や脊髄骨折などを伴いながら、呼吸困難により死に至ります。 人から人へは感染しません。感染から発症までの潜伏期間は3日から3週間で、短いほど重症で病後の状態が悪くなります。発症風の死亡率は50%、成人でも15%から60%、新成人に至っては80%から90%と効率で、治っても難聴になることがあります。治療体制が整っていない地域では、 致死率はさらに高くなります治療は体内の毒素を中和するしかないので、おかしいなと感じたらすぐにお医者さんに行くしかありません。また、治療法などを発見したのは日本人医師の北里柴三郎先生です。予防接種が一番効果があるけれど、10年以上経つと効果が薄れるため、日本では発症するのは大部分が大人です。 スポーツや庭いじりをする人はぜひワクチンの接種を受けましょう。外で遊んだ後や傷を作った後は流水でよく洗いましょう。